俺の心を鎧が走る。俺は今猛烈に熱血してる。萌美ちゃん、愛ちゃん、スラムダンク。俺はお前を倒すために未来からやってきた、ドラゴンボール Z トランクス役の草尾武です。大学受験に失敗しましてですね、見事に。でそんな中で1年間この自分の好きなことをやってみよう、かけてみようって思った時にですね、ちょっと人と変わったことですか、同じことはしたくないななんて思う性分だったものですから、自分に一番できそうもないこと、それってなんだろうなって考えたわけなんですよ。でその時にテレビタレントっていうんですか、そういったものになってみたいなと、挑戦してみたいなと、その時に漠然と思いまして。でもそれまで演劇部にいたとかね、お芝居が好きだったとか、そういうことが全くなかったもので、海のものとも山のものともわからない、さあどうしようって思った時に、まあこれも素人の浅知恵だったんでしょうけれども、声だけだったらまだ簡単かもしれないと、顔出ないってわけですからね、声だけだったら簡単かもしれないと、そのように思いましてですね、度胸試し、運試しですか、それぐらいの軽い気持ちで、養成所のオーディションを受けたわけなんです。朝例えばスタジオにずっとこもってる仕事なんで、朝おはようございますって明るいうちにスタジオに入って、一日仕事が終わりましてですね、出てきたらもう辺りは真っ暗になっていて、俺の一日はどこに行ったんだろうみたいな、そういったことが続いたりするんですよ。そうするとなんだろう、こういった例えば開放的な空間とかね、自然の中とか広いところ、割と出かけてみようかななんて思って、そういったことをいつもねやることはなかなか難しいんで、たまにはこんなこともいいかななんて思ってしてみたりする時もありますね。そうですね、子どもの頃っていうのは割と僕は泥棒になって転げ回ってるっていうか、こういった土とかね、緑とかそういったものがあるところで遊んだっていうか育ったような、結果的に感じなのかな。だからその時は分かんなかったんですけど、今、こういった仕事をしてね、でスタジオとかビルとか、このコンクリートで固められたところで、いろんな体験をしてみて、改めて最近になってこういった自然の大切さみたいなものをね、感じるように、すごく感じるようになったんです。で今本当に僕が思うのは、自然があるから生きていけるんだっていう、自然に生かされてるっていうことをね、誰も一人で生きていくことはできないし、いろんな人がいて、いろんな人に助けられて生きてるように、自然にも守られて助けられて生かされてるんだっていう、そういう感覚をね、この仕事に就いた、おかげも含めまして、最近すごく強く思います。